そろそろ始めたいと思います。こちらのトークの発表時間は30分です。それでは平山さんを拍手でお迎えください。はい、それではコーディング規約自動化パイリントのカスタムルールを作ろうというタイトルで発表します。よろしくお願いします。まず今日の資料は公開してありまして、こちらは実際に動くコードが書いてあるサンプルコードを GitHub に公開しています。まず簡単に自己紹介させてください。名前は平山孝之と言います。頭プラス株式会社でエンジニアをしてます。よく使う技術はバックエンドが Python と Django で、フロントは TypeScript と Angular を使ってます。でソフトウェアテストとかモデリングリファクタリングとかに興味があります。 PyConJP は初参加なので、緊張してますが頑張ります。よろしくお願いします。ちょっとここで簡単に会社の紹介をさせてください。我々頭プラス株式会社は AI 教材の頭プラスを全国の塾や予備教に提供しています。頭プラスでは AI が一人一人に合った自分専用のカリキュラムというのをレコメンドしてくれます。でこの頭プラスのバックエンドに Python と Django が使われています。ではこの発表の概要です。この発表はリンターの仕組みが知りたい人やリンターのルールを自作したい人におすすめです。前提知識となるのは Python の基本的な文法だけで大丈夫かなと思います。でもし30分の中で理解しきれなかったことがあったら、ぜひこの資料を公開しているので後でキーワードとかで調べてみてください。トーク後の質問もお待ちしてます。で今日のゴールなんですが、まずパイリントがコードをチェックするときの動きというのがイメージできるようになること、でそれから、後でこの資料を見たりしながら、自分で調べて簡単なルールを自作できるようになること、この2つを今日のゴールにしたいです。でこちらが今日のアジェンダで、まず最初にリンターについて軽く見ていった後、自分でルールを作るときの方法とパイリントの仕組みを見て、でプラグインとして動かす方法も見た後、最後実践テクニックをちょっと話させてください。で最後まとめです。じゃあまず簡単にリンターの基本を確認していきたいんですが、この中でリンター使ってるよって方います？半分くらいですかね。でちょっと簡単にリンターなんですが、リンターっていうのは静的コード解析ツールの一つで、プログラムのソースコードを解析して、特定のパターンにマッチするコードを検出してくれるものです。でリンターで検出したいものとしては、例えばバグの疑いがあるコードだったり、コーディングスタイルの違反とかですね。で今日テーマにしている PyLint の他にも Python だと FlakeIt とかブラックなんかが有名で使ってる人も多いんじゃないかなと思います。でリンターを導入するメリットとしては、こういったコーディング規約に違反しているコードをリポジトリに追加されるのを事前に防ぐことができたり、あとスタイルが統一されることで、レビューの時とか差分が減って見やすくなったり、そんなメリットがあるかなと思います。でちょっと余談になるんですが、私がルールを自作したきっかけっていうのをちょっと紹介しておきます。で私の場合はプロジェクトの独自のモジュール間の依存関係というのがあって、それを厳密にコントロールしたかったのでこのルールを作りました。で例えばプロジェクトのコア機能を提供しているモジュールが他のモジュールに依存してしまうと影響を受けて壊れやすくなるので、そういった依存をさせないみたいのをリンターのルールとして実装してたりします。では次に PyLint の仕組みとルールの作り方を見ていきましょう。まず最初に PyLint はソースコードを AST に変換します。 AST っていうのは構文解析したソースコードを基構造で表したデータで、日本語だと抽象構文義なんて呼ばれてますね。でこの AST なんですが、文法を表しているさまざまな種類のノードから構成されています。でソースコードが AST に変換される際には、実際の実行に不要なトークンっていうのは取り除かれていきます。で実行に不要なトークンって何なのかなっていうと、例えば数式の順序を制御している括弧とかですね、
で例えばこの左下の式を AST に変換するとどうなるかというと、右下のような気構造になって、まず一番上に、掛け算を表しているバイナリーオペレーションノードがあって、その下に、また足し算を表しているバイナリーオペレーションノード、でその下に、変数 X を表しているネームノードとか、定数を表しているコンストノードみたいな感じのツリー構造になってます。で、PyLint はこの AST に対してパターンマッチを行うことで、ルール違反っていうのを見つけて、エラーを報告してくれます。で、今日登場する主なノードっていうのをちょっと一覧にしてみました。で、一番上のノード NG っていうのが、全ノードの規定クラスになってて、これはなんか AST とか今回紹介しているアストロイドっていうライブラリを使ってないとそもそも知らないかなとは思うんですが、それ以外は何だろう、右側の説明見たら大体なんか見たことあるとかイメージできるようなものが多いかなと思ってます。それじゃあちょっとここで実際にソースコードを AST に変換する処理っていうのを見てみましょう。で、左側が先ほどの数式をAST に変換するためのコードなんですが、これ AST に変換した後に結果を表示してみると、先ほどと同じ、ツリー構造になってるかなというのが分かります。で、ここで使ってる、Astroid っていうライブラリーなんですが、これは標準ライブラリの AST モジュールとはちょっと違って、PyLint が AST の処理に利用しているライブラリーです。で、これには標準ライブラリにはないリンタを実装するのに便利な機能が追加されているので、それについては後ほど紹介します。では続いて AST の探索についてです。PyLint では AST の探索に AST ウォーカーというクラスが使われています。で、この探索は深さ優先探索で行われます。で、この AST ウォーカーっていうのはリンター本体であるファイリンタークラスっていうものから使われている、ユーティリティクラスになります。で、先ほどの数式を探索すると、先頭のバイナリーオペレーションノードから、このプラスのバイナリーオペレーションノードに行って、ネームノード、コンストの1、コンストの2っていう感じの順番で、探索されます。で、続いて、この探索で発見されたノードっていうのがルール違反に該当してないかっていうのがチェックされてきます。で、 AST ウォーカーは、ノードを発見すると、チェッカークラスっていうクラスのコールバックを実行していきます。で、このチェッカークラスっていうのは、どんな役割かっていうと、これはノードがルール違反をしてないかっていうのを実際に判定するためのクラスです。で、ビジットなんとかっていう、コールバックメソッドを実装しておいて、この中で、ノードが、ルール違反してないかっていうのを判定してきます。で、ビジットアンダースコアと小文字のノード名の、コールバックを実装するとそれを読んでくれるという、仕組みになってます。で、このアーキテクチャは、ビジターパターンというデザインパターンがベースになってます。ビジターパターンって何かっていうと、データ構造と処理を分離するためのデザインパターンです。で、このパターン何が嬉しいかっていうと、データ構造の側を変更せずに、具体的な処理っていうのをビジタークラスの具象クラスに実装していくことで、いろんな処理を使い分けることができる。ただその時にデータ構造の側には変更が入らない、そういったメリットがあります。で、このパターンなんですが、アクセプトメソッドっていうのを実装したエレメント側とビジットメソッドっていうのを実装したビジター側がちょっとダブルディスパッチで連携して動くんですが、ちょっと仕組みをここで説明するのが結構難しいなと思ってて、なんかこれを本当に理解するんだったら実際にソースコードを見てみたりとか自分で動かしてみるのがいいと思うので、ここでは簡単に紹介だけにしておきます。で、ただ幸い、このパターン理解しなくても、リンターのルールは書くことができるので安心してください。で、もし興味がある方は、ここで参考に紹介している Java 言語で学ぶデザインパターン入門が、個人的には分かりやすかったので、後で読んでみてください。
ただ、PyLint はこの典型的なビジターパターンをそのまま使っているんじゃなくて Python らしくアレンジして使っています。でこれは、Python が動的にオブジェクトの属性にアクセスできるから、可能なこと でデータ構造を表している、ノード側の各クラスっていうのは別にアクセプトメソッドなんてものは実装してないんですね。でただ、その代わりに AST ウォーカーが、これを仲介して動的に、ノードの各クラスとチェッカーを、接続してくれてます。でこの Python 版のビジターパターンが気になる方はこれもエキスパート Python プログラミングで紹介されているので読んでみてみるといいかなと思います。じゃあ最後にルール違反の判定についてです。ちょっと例としてプリント関数の利用を検知するルールっていうのを考えてみましょう。まずプリント関数を利用するコードがどんな構造になっているのかっていうのを AST に変換して見てみましょう。でそうするとこのコードの AST はまずルートのところに関数とかメソッド呼び出しを表すコールノードっていうのがあります。でそのコールノードのファンク属性に呼び出し対象の関数の名前を表すネームノードっていうのがあります。でこのネームノードの名前がプリントになっているのでこの辺を条件にしてあげるとプリント関数が呼ばれているなっていうのを検知することができます。で他にもコールノードは引数を表している args とかキーワードっていうのを持ってるんですけど今回ここは何でもいいので単に無視しましょう。でこの条件をコード化してみるとこんな関数を書くことができます。で条件は3つで上からまずコールノードであること、それからコールノードのファンク属性がネームノードになっていること、最後にそのネームノードのネーム属性がプリントになっていること。でここで、ファンク属性がネームでなくアトリビュートになっているときは関数じゃなくてメソッド呼び出しだったりします。だからこの辺はいろんなパターンを AST に変換してみて、検知間違いがないかなっていうのを見て、それで条件変えていくといいかなと思います。で続いてこの判定ロジックを使ってチェッカークラスっていうのを実装してみるとこんなコードになります。で、まあ、いくつかポイントを書いておくとまず上の方でクラス属性にルールを表すメッセージというものの定義を書いてます。でそれから下に AST ウォーカーから呼ばれるコールバックメソッドを実装してます。で今回は主にこのコールノードを検査の対象にしたいのでビジットコールノードっていうのを実装してコールノードが現れたら呼ばれるっていうコールバックにしてます。でこのビジットメソッドの中では違反の判定を行ってもし実際に違反してた場合はアットメッセージっていう関数メソッドを使って違反したルールと違反しているノードを記録します。で基本的にはこれだけでルール完成です。で AST の変換と AST の探索のところは PyLint 本体が行ってくれるのでルール自作したいなって時はチェッカークラスを実装するだけで大丈夫です。では続いて、自作したルールをプラグイン化して動かす方法というのを見ていきましょう。実際のディレクトリー構成があるとプラグイン化の話がスムーズになるので今回はこのような構成で進みます。上から .pylintrc は pylint の設定ファイルですね。で続いて、myplugin っていうのは自作したチェッカークラスを含むプラグインのモジュールです。で、myplugin は中に、init.py と、それから先ほど実装したチェッカークラスを、置いておく checkers.py っていうファイルを、入れておきます。最後に一番下の src っていうのがリンターで検索したい対象のソースコードを含むディレクトリになります。中身はそのプロジェクトによって好きにしてもらったらいいかなと思います。でプラグインとして動かす手順は次の3つで、まず自作したチェッカークラスをプラグイン形式のモジュールにします。でこれはまあそんなに難しいことではなくて、プラグインとして必要になるのはチェッカークラスを PyLint の PyLinter クラスっていうのに登録してあげることです。
でそのためにはどうしたらいいかっていうと、プラグインモジュールのトップにレジスター関数っていうのを作っておいて、この中で PyLinter にチェッカークラスのインスタンスを登録します。で、この時に PyLinter クラスが内部で AST ウォーカーにチェッカークラスを渡してくれるので、AST を探索したときにチェッカークラスのコールバックが呼ばれるという仕組みになっています。続いて必要になるのがモジュール検索パスの設定なんですが、モジュール検索パスって聞いたことある方います？ちょっとだけですかね。でちょっと、丁寧めに解説していくと、Python のモジュール検索パスっていうのはインポート対象の名前を検索する対象のディレクトリーです、まあ、いわゆるライブラリーとかが置いてある場所っていうのを表しているディレクトリーのリストです。で基本的に次の3種類からディレクトリーが構成されます。でまず最初に入力されたスクリプトのディレクトリー、 Python コマンドで何かファイルを実行したらそのファイルが置いてあるディレクトリーですね。でファイル実行するんじゃなくてインストール済みのライブラリーとかのコマンドを実行するときはそのコマンドが置いてあるディレクトリーになります。で、あともう一つが環境変数の Python パスで指定したディレクトリーですね。でこれはなんか通常あまり使わないかなと思うんですが、なんか追加で、ここをモジュールとして認識したいんだよみたいなのがあったら設定するようなものです。で最後にインストール時に設定されるデフォルトがありまして、これは標準ライブラリが格納してあるディレクトリが設定されてたりとか、サイトパッケージ図、これは追加でインストールしたパッケージが保存されるディレクトリなんですけど、この辺が設定してあったりします。でこれらのディレクトリのリストっていうのが Python をロードした後は sys モジュールのパス、 sys.pass っていうのにリスト形式で格納されています。じゃあ PyLint のコマンド実行したときにこのモジュール検索パスがどうなってるかっていうのをちょっと考えていきたいんですけど、 PyLint コマンド自体はどっかしらの bin ディレクトリみたいなところにインストールされているかなと思います。今回これは VM 部で環境構築した場合ですね。でとはいえ自分が作ったプラグインは bin ディレクトリの中には普通ないので、そのままだと PyLint コマンドからはインポートできないです。なので何らかの手段でこのプラグインが置いてあるディレクトリっていうのをモジュール検索パスに設定してあげないとインポートエラーになってプラグインとして利用できないです。でどうしたらいいかっていうと、まず一つスタンダードな方法としては PyLint のドキュメントに書かれている方法なんですが、先ほど紹介した環境変数の Python パスにこの自作のプラグインが置いてあるディレクトリを設定してあげるという方法があります。で、まあ、この方法はシンプルで簡単に使えるんですが、個人的にはチームでこのリンターをシェアして使いたいなって時に結構使いづらいなと思ってまして、まず毎回例えば手で設定するとしたら絶対これ忘れる人が出てきて、簡単にインポートエラーになって使えないですよって質問が上がってくるのが想像できます。あと、まあ、じゃあそれを回避するために PyLint コマンドをラップしてシェルスクリプトを作って、シェルスクリプトの中で環境変数を設定するようにしたらどうかなとも思ったんですが、これも多分シェルスクリプトの存在を知らなくて直接 PyLint コマンド実行してまたインポートエラー、はい残念っていうのが簡単に想像できました。であと環境変数を管理する手段として僕は DIM 部っていうのは一応知ってたんですが、これもなんかみんなで使おうとすると DIM 部をインストールしてもらってさらにアクティベートまでしてもらう必要があって、絶対これ忘れる人が出るだろうなと思って、まあ、ちょっと、まあ、そもそも環境変数で、モジュール検索パスを設定するっていうのが難しいだろうなと思いました。でそこで私の場合なんですが、initフックっていう初期化のフックがあるんですけど、ここでもう sys.pass を直接書き換えてしまおうっていう方法を採用しました。でこれは、ここにコード書いているんですけど、初期化のフックの中で sys モジュールインポートして sys モジュールの中にこの PyLintRC から見たカレントディレクトリってことで、マイプラグインが置いてあるディレクトリを追加してあげる
そうすると、基本的にファイリントコマンドを実行すると絶対このファイルは呼ばれる、自分でなんか明示的に別のファイルにを使うように設定変えたりしない限りは呼ばれるんで、デフォルトで絶対モジュール検索パスが設定されるので、個人的にはかなりおすすめの方法になっております。でもしプラグインのインポートエラーが出たときは、このインプフックの中で、sys.pass 出力してみると、今、モジュール検索パスにどのディレクトリがあるのかっていうのが分かるので、デバッグの助けになるかなと思います。で最後はプラグインを指定して、あと10分です。実行するだけなんですが、これはコマンドの実行時に、ロードプラグインズっていう、オプションを渡してあげるだけで大丈夫です。でもしプラグイン常に有効化したい場合はこれも .pylint.rc に書いてあげればいいかなと思います。でここまでで pylint のカスタムルールを作ってプラグイン化して動かすところまで完了ですね。であと必要なのはルールに合わせて AST の構造を判定するロジックを書いてもらうだけなんですが、ここで実際のルール作りで使えるテクニックっていうのを2つ紹介します。まず1つ目が名前解決ですね。じゃあまずこちらのコードを見てください。これはプリント関数に別名でプリント2っていうのをつけることで先ほどのルールを回避しようという、ちょっと意地悪なコードですね。でこのコードを AST に変換してみるとどうなるかっていうと、ネームノードの名前がプリント2になっちゃってるんで、さっきのコードじゃ検知できないんですよね。で、実際ここまでやるかっていうのはあるんですが、こういった名前が変わってしまってるみたいな問題っていうのは Python ではしばしば登場します。でなんでかっていうと Python は何でも別名をつけられて、モジュール名を別名でインポートする、インポート numpy as np とかよくやるかなと思ってて、あとクラス名とか関数名を別の変数に代入するみたいなことも結構カジュアルに行われるかなと思ってます。なのでリンターのルール書くときはこの名前をそのまま使うんじゃなくて名前が指している実態を見ないといけない。ただこれ真剣に考えると代入とかインポートとか全部って言ってシンボルテーブルを自分で作らなきゃいけないのかなと言って、ちょっとそこまでやりたくないよというのが正直なところですね。でこれ PyLint をどうしてるかっていうと、インファレンスっていう紙機能があります。これは先ほど紹介したアストロイドっていう AST のライブラリについている機能なんですが、これは何だろう、日本語訳がないんでちょっと僕の訳なんですけど多分推論みたいな意味になると思います。でこのインファレンスっていうのは名前が指している対象を推論することができるアストロイドの強力な機能で、なんかもう静的解析は超えているんじゃないかなみたいな感じですね。でこれ左のコード見ると、A に1B に2で C に A たす B を代入してで最後 C を表示するみたいなコード でこの最後の C ノードっていうのを AST に変換してみると、ただの名前が C の変数ってことしかわからないんですけど、ここでそのネームノードに対してインファーメソッドっていうのを呼びます。でそうすると名前を推論した結果中に入っているものがジェネレーターで返ってきます。でこれをネクスト関数で取り出してあげると、中が定数の3になってます。でこれめっちゃ頭よくて A たす B を計算してさらにその A に何が入ってるか B に何が入ってるかまで計算してくれてるっていうすごい機能です。でただちょっと気をつけることとしてはこのインファーはジェネレーターを返していて、推論が失敗する場合とか結果が2つ以上になる場合もあるので注意です。実際はエラー処理が必要です。でこのインファレンスを使うとどうなるかっていうと、呼び出し対象の関数名を、コールターゲットっていうところに、代入しておいて、でそれに対して、インファを実行すると、ファンクションデフっていう関数定義、オリジナルの関数定義が取り出せます。でそこを見ると、これはプリントになってて、別名つけたとしても、そんなことではごまかせない。でさらにそのプリントファンクションデフの親ノードを見るとこのスコープっていうのが、ビルトインズのモジュールになってます。これ組み込みのモジュールなんで、本当にあの組み込みモジュールで定義されたプリント関数ってとこまで分かるので、ここまで見ておくと、ほぼ誤検知はないです。でこのインファレンスどうやって活用するかなっていうと、例えば、皆さんジャンゴって使ったことありますかね。ジャンゴは、
django.db.models の中のモデルクラスっていうのを継承して OR マッパーを作っていくんですけど、この自分で作った OR マッパーかどうかっていうのを判別して条件にしたいときに、これを判定するのって実はかなり大変で、まずモデルの継承の仕方が models.model であったり、モデル直接使ってたりってパターンが何個もあります。でさらに抽象規定クラスを経由してたり、例えば更新日時を設定してくれるようなものを経由してたりとかすると、直接継承してないんで、なんかただ親クラス見ただけでは分かんないみたいなことになってしまいます。でそんな時にこのインファレンスっていうのを使うと、簡単じゃないですけど、一応できます。もし興味がある方は考えてみてください。じゃあここまでが名前解決のテクニックでした。続いてスコープ管理の方法です。今度はちょっと趣向を変えてネストした if 文っていうのを考えてみましょう。で左は if を3回ネストさせているもの で右は if の中に while、 while の中に if みたいな感じのネストです。でこのネストがあんまりにも複雑になっているときは検知したいみたいなことを考えてみましょう。で今回対象にするのは if だけなんですが、注意点として if の直接の子供が if であるわけではないってことですね。間になんか別のノードが挟まっていることは普通にあります。でこういったネストした構造みたいなのを判定したいときっていうのは、スコープっていうのを考えなきゃいけないです。でちょっとここは簡単に飛ばして、実際にコードを見てみると、これは内部にノードを、ループでたどる処理を実装したコードなんですが、このコードの問題点としては何といっても複雑ですね。ここはそもそも while に if2 回ネストしててめっちゃ複雑じゃないかっていうのがあるんですが、で、ただスコープ以外の条件っていうのが実際には必要になってきてて、そのため各条件を実装するときっていうのはできるだけシンプルに実装したいので、あんまりこんなコードは書きたくないです。じゃあ、こうやって親をたどる以外にどうやってスコープ管理するのっていうと、これスタックを使うとすごいきれいに管理できて、まず最初にスタックを空で初期化しておいて、 if ノードを発見したらその if ノードをスタックにプッシュしましょう。で if ノードをあと3分です。下を見終わって if ノードから出るときに今度 if ノードをスタックからポップしましょう。でそうするとノードの2と3を見ている間はスタックの中に if ノードがある。ただ if ノードのスコープ外のノードの1とかノードの4を見ているときはスタックの中は空っぽみたいな状態になります。でこのスタックの状態っていうのがスコープに対応してます。で例えばスタックが空のときはどうなってるかっていうと、if ブロックのスコープ外っていうのが分かる。でもしスタックにノードがあったらそれは if ブロックのスコープの内側にあるっていうのが分かる。でさらに、ノードが複数存在したらそれはもうネストした if 文の中にいるなっていうのが分かる。でスタックは、新しく発見したものを上に積み重ねていく構造なので、スタックのトップっていうのが直属 のスコープを表しています。でさらにこのスタックのサイズっていうのがネストしている数そのものになってます。ちなみにここで、ノード自体をスタックの中になぜ入れているかっていうと、このスコープの情報を参照したいときとかにスタックの中にノードがあることでアクセスしやすくなるのでこうしています。最後に、このスタックを使ったスコープ管理を実装したチェッカークラスですね。でオープンっていうのが初期化のフックで、ここはスタックの初期化をしています。でビジット if ではスタックに if をプッシュしています。で leave if ではスタックから if をポップしています。でさらにビジット if の中ではもう一個処理をしてて、ここでネストが上限を超えてないかっていう判定をしてて、超えてたらアットメッセージで記録するみたいなことをしてます。でこんな実装にすると全体のコード量としては増えたかもしれないんですが、スタック管理の部分が責務がうまく分離できてて、判定ロジック自体はこの1行だけで非常に見通しが良くなってます。でここまでがスタックでスコープを管理するっていうテクニックでした。でテクニックは他にもいろいろあって、ファイリントのソースコードを見ると、かなりのテクニックの方向になっているので、実際に、本格的にルールを作りたい方は参考にするといいかなと思います。では最後にまとめです。
今日話しきれなかったことをちょっとさらっと言うと、チェッカークラスのテストを書くのはどうしたらいいのかなとか、インファレンスでアストロイドが対応してないパターンっていうのを自分で追加できるんですけど、この辺は話しきれませんでした。で、最後にまとめですが、PyLintの仕組みとルールの作り方で、ビジターパターンとか、チェッカークラスの中で、ルール違反を判定するよっていうのを紹介しました。でプラグイン化のところでモジュール検索パスの必要が追加が必要なので注意してくださいっていうのを話しました。で最後実践テクニックで、名前解決にアストロイドのインファレンスを使うといいよっていうのと、スタックを利用してスコープを管理するとコードの見通しが良くなるよっていうのを紹介しました。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ご発表ありがとうございました。それでは最大10分程度質疑の時間としたいと思います。質疑はモニターにもありますようにスライドの方で受け付けております。皆様これから書いていただいても大丈夫ですし、スライドの PyConJP アンダースコア1にアクセスいただき、すでに出ている質問でこれ私も聞きたいってやつにいいねボタンを押してください。押していただけると私が得票数が多いものから順に拾っていきますが、めちゃめちゃですね質問が来てて、おそらく全部は10分では拾えないんじゃないかと思いますので、たくさん書いていただきありがとうございます。私も聞きたいってやつはぜひぜひ押してください、いいねを。で、じゃあ時間もありますので、一番今暫定1位のものから聞いていくとつまり私ので恐縮なんですけど、カスタムルール作成のお話めちゃめちゃ分かりやすいです。これほどの知見を整理されるまでに大変だったところをお伺いしたいです。情報が少なくてハマったりなどあったのでしょうか？ありました。まずこの PyLint のカスタムルールの作り方って、一応 PyLint 本体にドキュメントはあるんですが、まず全部英語ですね。でさらにあと、さっき紹介したインファレンス機能とかは、別のアストロイドっていうライブラリの中に、これも書いてあるんですが、これも英語で、なんか結構さらっと書いてあって、そもそもこれってどういう概念だっけっていうのを理解するのが結構大変だったりはしましたね。なのでそこはソースコード読んで、ちょっと愚直になんか自分が知ってる他のルールってどうやって実装されてるのかなっていうのを見ながら対応付けを追っていくみたいなことはしました。答えになってるでしょうか？ ありがとうございます。むしろまとめて今回ご発表いただきありがとうございますという感じです。なんかすみません、あんま個人的なこと言ってもあれなんですけど、はい、次に行きたいと思います。どうも回答ありがとうございました。次がちょっとラグあるかもしれないですけど、6票集まっているこちら、同率だ。一旦上からいきます。 Python にはさまざまなリンターがありますが、 PyLint を使用した理由はどういったものでしょうか、というご質問です。そうですね、そんなにすごい技術選定を超頑張って決めたっていうわけではなくて、確かフレイク8もルールを追加できたような気はするんですが、やっぱりこのアストロイドが便利で、なんか僕が作りたい機能がかなりインファレンスを多用しないと作れないルールだったので、これで良かったなとは思ってます。なるほど、アストロイドとの絡みがあったりするわけですね。ありがとうございます。もし質問された方でさらに聞きたいっていう方は、発表終わった後平山さんに直接聞けると思いますので、そちらでお願いいたします。では続いての質問いきます。皆さんたくさんの質問、またたくさんのいいねもありがとうございます。次がこちら、スペースとか開業のお作法みたいな、AST にすると情報が消えそうなもののルールは作れますか、どうしたらいいですか、というご質問です。はい、ちょっと僕がこのルールを実際に作ろうと思ったことがないのでうろ覚えなんですけど、確か各ノードが元のソースコードを保存してたような気もして、なんか例えばなんですけど、リンターの中で、一時的にリンターのルールをディセーブルにしたいときとかに、ディセーブルなんとかみたいなコメントで回避するみたいなことをやると思うんですけど、そういうコメントが参照できたんじゃないかなとちょっと思ってるんで、残ってる気がします。なるほど、そか、コメント参照のために残ってるってすごい面白いです。すいません、感想を言いますか。ありがとうございます、ご回答。では次いきます。7票に上がってきたやつがあるのでそれを聞きます。カスタムしたリンターを VS コードなどの IDE に使うことはできるのでしょうか、というご質問です。保存された時のフックとかでこれを実行したいみたいな感じになるんですかね。ちょっとあんまりユースケース
ちゃんと把握してないんですけど、多分できるはずで、まあ、さっき紹介したモジュール検索パスがちゃんと指定されていればインポートできるはずなので ID とかからも使えるんじゃないかなと思います。ちなみに私はプリコミットの中でコミット前にこれが実行されるようにしてます。あ、なるほど、プリコミット使われてるんですね。なるほど、ありがとうございます。では、次のに行くと5票のところですかね、こちらかな、パイリントを使ったことがないのですが、これはプルリク前に開発メンバーのプログラマーがローカルでチェックするという運用になるのでしょうかというご質問です。そうですね、今ちょっと簡単に言っちゃったんですけど、Git コミットする前にまず1回チェックが入って、変更があるファイルは、まあルールに違反してないかっていうのがチェックするんですが、あと CI の中で全ファイルチェックも動かしているはずです。なのでプルリクの時点で何かエラーがあったら分かるっていう運用ですね。なるほど、ローカルでも、CI でも動かされてるっていうことですかね。そうですね、ローカルが、時間かかるので差分チェックだけで CI が全件チェックになります。あ、なるほど、ありがとうございます。次いきますね、すごいたくさんのご質問本当にありがとうございます。これか3票のこれですかね、CI/CD で実行する場合はどのようにモジュール検索パスを設定しますか、イニットフックですかというご質問です。はい、そうですね、これもイニットフックでやってて、このイニットフックマジでいいのが、CI だろうとローカルだろうとこれさえ書いておけば環境変数とか気にせずにパイリントコマンドを打っただけで勝手にモジュール検索パスが設定されてて、インポートエラーが普通は起きないことです。すごい、なんかめちゃめちゃ便利そうだなという感想です。ありがとうございます、ご回答いただき。では、まだまだいきます、次の3票のはこちら、これはプロジェクト本体のソースディレクトリの横にパイリントの自作プラグインのディレクトリを置いて同じレポにコミットするみたいな構成が前提という理解でいいですか。そうですね、その前提で動かしてます。なんかもしなんだろう、パブリックに公開したいものだったら pip インストールとかしたらいいのでモジュール検索パスとか必要なくてもうちょっと楽になるかなと思います。なるほど、ご回答ありがとうございます。もし質問した方でさらに聞きたいとあれば終わった後に個別に聞いてみてください。次の3票のはこちら、自作リントルールの中で作って特に楽になったと感じるルールがあれば教えてください。そうですね、やっぱりなんか僕はちゃんと自作したのは2種類しかないんですが、モジュールの誤ったインポートをさせないルール、社内で運用している、モジュールの依存関係のルールがありまして、なんだろう、モジュール自体今もう20個くらいあるのかな。で、多分その依存関係をちゃんと把握している人ってほぼいなかったか、まあ、いたけどグレーゾーンなところは結構あったんで、その辺を厳密に管理できるようになって、まあ、今まで違反してたところを消していくにあたって新しく違反が増えないっていうのはめっちゃ楽になりましたね。なるほど、ありがとうございます。では2票のものをいきますね、ちょっと長い質問なのですが、パイリントで自作ルールはどのようなものが多いですか、規約はすべてルールとして定義しているのか聞いてみたいです。なぜならルール追加は検証も含めてコスト感もあるかなって思ったので基準があったら聞いてみたいと思いました。以上になります。そうですね、基準は特に、まず全部をリントのルールにしているわけではなくて、なんかそこは開発規模と、なんか発生しうる違反の数とかのトレードオフになりそうかなとは思うんですが、なんか実際に運用しているのは結構少なくて、なんかそれが起きるとなんだろう、後々アーキテクチャ的に課題になるみたいな結構大きな異臭かつ見逃しやすくてコードレビューとかだと忘れちゃうときがあるみたいのを、実際のルールとして運用しています。ご回答ありがとうございます。では時間がの都合によりすいません、次で最後にさせてください。たくさんのご質問ありがとうございました。取り上げられなかったものは発表後個別にお聞きください。では最後の質問です。インファレンスで推論に失敗する場合や結果が2つ以上になる場合もあるとのことですが、例えばどのような場合でしょうか。こちらのご質問ご回答お願いします。はい、ありがとうございます。
これは僕もなんかそれぞれワンパターンくらいしか当たったことないんですが、まあ、これもちょっとジャンゴの話になっちゃうんですけど、ジャンゴのセッティングって書いたことあると分かるかなと思うんですが、実際の設定を書くファイルモジュールと、読み取る時のモジュールが違って、設定を書くのは、自分のリポジトリの中にあるモジュールなんですが、設定を読むのはなんだっけ、ジャンゴコンフドットセッティングみたいなのから読むと思うんですけど、そのセッティングスを参照しているとき、セッティングスドットオースユーザーモデルとかを参照してる、してて、そのオースユーザーモデルをインファレンスしようとすると、なんかそれを推論するためにはそもそもジャンゴを読み込んで、今書かれている設定ファイルを読み込んで、どの設定ファイルが作られてるんだっけみたいのを指定しないとさすがにわからないので、それは失敗しました。エラーになりました。あと複数出てきたパターンとしては、プロキシモデルかな、なんかジャンゴのモデルでプロキシモデルっていうのを使ってて、なんだろう、実際のモデルに、カスタムを加えてるみたいなパターンがあったんですけれど、その時は、推論結果が2つになってました。僕が観測したのは以上です。なるほど、ご共有ありがとうございます。では、質問がですね、実はまだまだあるんですけど、大変申し訳ないんですけれども、時間になりましたので、平山さんのトークを終了いたします。発表ありがとうございました。もう一度ですね、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。いくつか連絡だけさせてください。質問がある方、また直接お話ししたい方は廊下やホワイエでお話しすることができます。スピーカーの方も移動しますので、壇上周りには集まらないようにだけご協力をお願いいたします。また重ねてのご連絡になりますが、夜のオフィシャルパーティーに出られる、参加申し込みされているという方、抗原検査キットを受付で配っておりますので、まだ受け取ってないという方はそちら受付の方まで抗原検査キットの受け取りお願いいたします。スポンサーによるブースもありまして、チケットを購入していただいている方はスポンサーブースのシールラリーもご参加いただけますので、よろしければスポンサーブースの方も、行ってみてください。次は、15時10分からで、ちょっと時間があると思うので、よければ、スポンサーブースにも行ってみてください。連絡は以上になります。